バンテリン復帰の田中、驚異的スピードを披露。早すぎ。やっぱこの足よ。盗塁できるのはほんと強み。内野安打盗塁ってダメージでかそう。中日がやられてきた攻撃ができるなんて。もう少し打率残せれば。村松と本当にいい勝負してる。立浪的には田中で決定なのかな。その後もヒット出てていい感じ。体力の課題もあるし村松と二人でシーズン戦ってくれ。20盗塁お願いします。ミッキーの足はマジで武器。ドラドラ情報局をご覧いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。